しいです。元気ですか。経済面が元気です。カメラを回ってると素直におしゃべりできない。もうちょっとね、下品な話とかね。酒入れて叩く。酒入れてやる。これもそう。何この本日のテーマとか毎回こういうの書いてる。いやこれは正直今日は見られるかなと。なんでそれ。メンバーの前で演奏するってなかなか。いやなかなか。すごいね。何アレンジしたのかな。レゲエかな。いい感じじゃないの、もはや。どうす。どうです。もう完成でしょ、これで。今ね、これで。だって俺らのインディーズの最初の時なんて、マジで1回しか撮ってないんだから、これ。ライブ版じゃない。そのチューニングすらしてないドラムに。すごいよね、あれ。エンジニアさんに置いてあったドラムで、あれだもん。俺チューニングできないんで、このまま叩きます。宣言したから。一発撮り久々なんですけど、一発の時もベーシックはやっても 4,5 回まででやってましたね。ドラムなんて2回以上やったらもうその後良くなくなってくるじゃないですか。あるね、そう疲れてくるとね。3回目まで限界です。1000度結構やんないね。やんないですね。新鮮さ多分次がピークだと思う。次まで。次良くなかったらもう終わり。もう終わり。もうバラします。マジで。そうじゃ手伝うわ。トリングマシンでタッタッタンとかってキップも踏んでます。うん。踏んでます。踏んでるし、タジブラを実はフロアとかですげえ薄く合成する。そうか。あ、そうなんですね。これシームだとやっぱスピード感なくなる。こうやってやってこれにするってなって寂しがない。僕のはそうだよ。絶対無理だから。これに関してそういう曲とかですね。そういう曲。考えちゃダメ。最初が一番いいよかった。じゃあもう俺は何も直さないでおこうかな。ドラムに対してそういう突っ込み方してるってだけだから。多分何もあんま気にせずに。それ三島の機材。あ、違います。あ、このやつで前鉄現場に使ったら俺のアンプより良かった。修行みたいな。そうだね。結構手が結構パツパツ。当時ね、やっぱね、若い頃に作った曲だからね。フィジカル重視で。もう終わったの。冷蔵庫ビール入ってる。マジで。今日はもう俺はそんな楽しいレコーディングなんだね。俺今日マジディレクションしないから動かない。マジしない。いるのはいる。感想しか言わない。これが一番怖い。じゃあ一回だけ付き合っていいですか。せっかくだから。ありがとうございます。こちらこそ。まだ他のメンバー下でやってる。